クリア、スローインで再開です。さあいきなりロングスローからいきたいと思います。ティアニーのロングスローを、はい、初ゴールです。もう30回40回50回、何度も投げ続けたロングスローがやっと報われました。今回がロングスローの初ゴールでございました。ティアニーからパトリック・ピエラー、はい、というわけでね、素敵なオープニングを撮らせていただきました。はい、どうもマグマグマグロンと申します。今回はおごそかに始まりましたが、今回ついにです、ついにロングスローで初ゴールできました。ありがとうございます。実際数は数えてないんですが、1試合に1回はあるはずなんで、まあ、30、40はくだらないかなっていう気はしてます。下手すると50回いってんじゃないかなっていうぐらい、ロングスローをティアニーに投げ続けてもらいました。そしてようやっと実を結んだ今回の初ゴール、ね、動画の後半で実はちょっとね、ロングスローの、研究とまでは言いませんけれどもね、ちょっと考察をしております。ロングスローのね、なんで今回ゴールが決まったのか、単純な話だったんですけれどもね、それをまとめた編集がありますので、ぜひ動画最後までご覧ください。さらに今回アーセナルの第6弾第7弾で手に入れた選手、もうすぐにでもねランクアップということで、ホームページの方でランクアップさせていただきました。はい、まずはジャカ。一応ね、今回引いた選手は3人とも使おうっていう風に決めているので、なんとかちょっと無理くりね、使っていきたいなと思います。今回ねちょっとディフェンス総合値が一気に下がったという話題のソクラティスなんですが、本当に弱くなったのかどうかも見てみたいので、今回ソクラティスもランクアップ。ただどうやって使おうって今ちょっとね悩んでるところなんですよね。はい、ガチャーンと入りました。で同じく、リアルのアーセナルではね、こんな77の数値どころじゃないぐらい活躍してます。はい、ペペより活躍します。なのでね、まあ次回のフッティスタではサカはおそらく格段にランクアップされていると思われますね。アーセナルのアシストキングでしたからね、ぜひねサカのレベルアップ期待しておりますよ。その前にアーセナルがカード化されるのかが一番心配。この試合に注目です。まあ、今までも4位じゃなくても入ってたんで、きっと大丈夫だろうと信じて待っております。さあ、じゃあまずは第1試合目をお送りしたいと思います。ちょっとねまだね、今のこのアップデートになってからね、こう自分のやりたいサッカーの形がね見えてこないんですよね。で今ねフリーフォーメーションでやってるんですが、このフリーフォーメーションちょっとね間違いがあってね、最終ラインにね間違えてねビエラが入っちゃったんですね。ソルキャンベルと間違えてカード置いちゃってね、恐ろしいことになっておりますね。間違えちゃったんですね。ほら今ね応援に向かって突っ込んでったのがね、これビエラなんですけど、センターバックにいるっていう、すっかり間違えるというね。今ねランクアップしたばっかりなんでね、まだソクラティスがいなかったんで、いやソルキャンベル入れようって思ったら間違えたっていう、そういうオチです。レノクロスの処理が非常に安定、今のファウルでホイッスルが鳴りました。でまあフリーフォーメーションの場合は戦術コストの溜まりが遅いという風になっているんですが、やっぱり遅いんですよね。おお、ペレのフリーキックは外れる。ロベルト・カルロスだけなんですね、フリーキックでちょっと異常な反応を示しているのは。その他の選手でもなってるんですかね。で、マグもねちょっとやってみました。ラインをねちょっと高く設定するってやつなんですけど、ほらオフサイド取れますね、やっぱりね。今はなんか流行り、巷で流行っているこの最終ラインをね、あのペナルティーエリアの外まで上げるっていう、この右のフォーメーションでわかるかな。右のフォーメーションでいうとね、あそこら辺までねラインを上げるのが今の主流みたいですね。おっと、ホットラインブレイク。なのでねちょっと自分も最終ラインを上げるってことに関しては面白いなと思ったので、マグもやってみましたところ、結構オフサイド取れるんですね、やっぱりね。
これはなかなか良さげなんでちょっとやっていきたいなと思います。今日は右サイドハーフでの起用となります。ボールを奪いました。持っていく相手ボールになります。でね、このフリーフォーメーションやってるんですけどもね、結構カードをね動かして、パスコース受け手のね位置にしたいなっていうことでやってるんですけど、あ、これはなかなかいい展開だったんですけどね。オバメランがオフサイドになっちゃいましたけど、ライン高くなくてもオフサイドにはなるっていう。今回ねちょっとオフサイドやたら多いですよね。オーウェン身長173センチ、そこら辺の格好をねどういう風にやったらいいのか分かんないですけども、相手ボールになります。オーウェンオフサイドの判定です。ほらまたオフサイド、オフサイドの山を築けるんですね。あの位置から上がったやつでもね、ほら戻りオフサイドなんですよね。ほらね、3人とも出てるっていうすごいな今のオフサイド。縦に出しました。サイドへ送りました。持っていく、取り返しました。監督からパスの指示が飛び相手ボールになります。まあでも今の位置から上ボタンを押してこれで取られちゃうのはちょっと良くなかったですね。まああのマンマークされてるのも気づいてなかったしね。そしてまたオフサイド。いやオフサイドの山ですよね。ほら戻りオフサイドに引っかかるケースがねすごく多いんですよね。最終ラインの方は前に向かって、まあ、全力で走ってくれる。ただオフサイドラインに出ちゃった相手のフォワードはゆっくり歩いて帰るんですね。このギャップでオフサイドが取れてるみたいですね。まあ、でもこれはリアルのサッカーでもそうですよね。まあ、フォワードの選手は歩いて帰ってきますよみんな。このボールを得点につながる指示となるか。で今回のねやっぱりこのフッティスタの使用でねこう中央へ送った、奪うボールダッシュが非常に強いんでね、フォワードの選手が歩いてる間にボール奪えちゃうんでしょうね。ああもったいね今の今のもったいないですね。これ動画で見ると今オーバーメアンで一人で行ってもらった方が良かったかもしれない。いや非常に今のはもったいないシーンでしたね。前へ送って奪われます。さあここでも今このフリーフォーメーションを利用してネルソンの位置をね中盤まで下げてるのに、それでもネルソンにパス出さないんです。今このちらっと今映ったトップ下みたいな位置に実はネルソンを置いてたんですけど、それを飛び越えてオーバメヤンとかねアンリとかにパス出しちゃうんですよね。だから今回ねこのホットライン通りにパス出してくれない問題もねちょっと困ってるシーンですよね。マグとしてはネルソン坂でちょっとドリブルを 2,3 してほしいっていうのがあるんですけどもね、なかなか今回思い通りにならないっていうのがね歯がゆいですねやっぱりね。で後半はこのようにカウンターとアーセナルのダブルでね行っておりますけれども、これねベジェリンがねもうちょっと下がらないといけないんですよね。であの前回ねダビド・ルイスをロングパスに変更してベジェリンを前に上げようって言ったじゃないですか。あれ考えてみたらできないんですよね。あのダビド・ルイスってチェルシーだったわだからね早くカード化してくんないかな、ロングパスのダビド・ルイス。だからねアーセナル FC がね発動しないっていうね、もうほんと単純なミスですよねマグのね。だから結局これフリーフォーメーションにしてるんですけど、ベジェリンはね右サイドに戻さなきゃいけないんだな、フォーバックになってるんですよ俺。奪って奪います。だからこれちょっとねこれを使うんだとフリーフォーメーションになっちゃうんですよね。統率の取れたディフェンス陣罠を仕掛けます。なのでねちょっとね次回フリーキック、まあてかもう今回の動画の中でもやっちゃってるんですけどね、3-4-2-1もう早々に諦めてます。左に出しました。いやフリーフォーメーションやりたかったんですけどもね、ボールをまあちょっとマグのやりたいサッカーをもうフリーフォーメーションでも実現できないとは思わなかったな。奪われます。選手をね好きな位置に配置できるのは良かったんですけど、スキルが発動しないっていう問題まではね考えてなかったですよ。いやこれは本当に参った。ピンチを防ぎます。タッチライン終わりました。ボールを入れます。で今ねアーセナルでロングパス持ってるのがね、あの一昔前のジャカがねロングパス持ってたんですけど、第6弾でジャカ出たやん。ここはそしたらジャカ使いたいじゃん今の。アレックス・サンドロックから縦へ奪いました。ね、ということでね残念ながらそういう風になっております。相手ボールになります。突破していくパスを送りました。だからねちょっとねボールを奪います。せっかくのやっぱリアルアーセナルに奪われました。ちょっとね本当はね 3-4-2-1 で
今のアーセナルと同じサッカーやりたいんですよ。でもねちょっとねそれがね叶わないなっていうね。あとカードのコストもね下がると急に何もできないで負ける試合ばっかりになっちゃうんでね。前からボールを追いかけ回します。ちょっと対等に対戦で戦うためにはやっぱりこういろいろ我慢しなければなりませんね。やっぱりね。さあプレー再開です。ただねこの試合に関して言えば相手にもね決定的チャンスがほとんどないっていうのはね今のところいいですよね。この指示で選手たちがどう動く。さあこれいやーこれもねこっち通ってれば1点ものの。まあでもちょっとあんなところまでボール届くんだったら結局無理か。結局ゴールキーパーキャッチのスルーパスだったかもしれないね。もうそれでも今のはねちょっと形は1個作れましたね。よく見ていました。スルーパス今回もね有効のようなのでマグも対戦で失点するケースの ほとんどがスルーパスだったりするんで。いやー相変わらずペレは止まらんな。さあプレー再開です。監督ここで選手の交代を呼びかけています。ここはキーパー正面。まあペレもね今の合わせてくるやつでシュートじゃなかったんでね意外とペレなら入っちゃいそうで怖いよねああいうところでもね。さあここから反撃が始まるか。奪われます。ここもねちょっとねマグの操作ミスですよね。サッカーがダイレクトで蹴るつもりはなかったんですよね。1個持ってセンターバックを引きつけてからのスルーパスをやりたいんですよね。ここで奪い返された。やりたいことは分かっております。この戦術がここで機能するか。ボールが奪われました。もっとボールを奪いに。せっかくねこのフリーフォーメーションやってるんですけどフィアニーのスタミナもやべえ。ほら今のもねやっぱりホットライン無視していきなりオーバメアンアンリそっちにパスしたでしょ。でこれ今あれかなオーバメアンがね右ウイングにいるのがねマンマークされてるからですよね。なんでもうオーバメアンを完全無視であっちに置いてます。スルーパスでチャンスを作れるか。ヘディングでしのぎます。積極的にパスを回すよう指示を出します。あれのおかげで多分セルヒオラモスがね5バックの中にいないはずなんで今相手はね5バックになってない状態だったんでちょっとスルーパス1個通してほしかったな。守備陣の活躍が目立ったこの試合。はいというわけで試合は 0-0 となってしまいました。マグのシュートチャンスも0ですが相手もね1本しかなかったんでね。お別れの時間が近づいてまいりました。まあどちらもチャンスのないまま凡戦で終わりましたがまあある意味ね5バックの相手に 0-0 で引き分けっていうのはねある意味もう金星に近いんでね。はいというわけで今度は第2試合目いきたいと思います。ランクマッチランキングに関わる重要な一戦をお送りしてまいります。さあマグはフリーを諦めました。ただ相手の方はフリーでやっております。4-3-3これメンバーを見ると分かると思うんですが右サイドバックがセルヒオラモス左サイドバックがファンダイクでやってます。これもしかしたら今シーズンのアップデーでこのフォーメーションが流行っちゃうんじゃないかなっていうのもねちょっとねあるんですよね。これ言うなれば4センターバックですね。まあ WCCF の頃からこのゲームにはねよくあるやつなんですけどね、まあ総称してこれをオタフォーメなんて言ったりするんですが、WCCF さながらのね、シーンがやっぱり出てきましたね。まあでもこういうのはね絶対このガチ勢の攻略必ずねこういうのがね出てくると思うんでね。またはもしかしたらね今シーズンこういう新しい形が流行るのかもしれませんね。さらここで仕掛けに行く。さあ前線のこの辺りでしょ。あれなら中央突破でもファンダイクやセルヒオラモスカバーできるし、あのサイドからのクロスに対しても反応できるんじゃないかなって。これなんでサラー外した。キーパーからリスタートです。これがこの試合最初のシュート。いやこれちょっとねびっくりしましたね。普通これ決まるやつですよね。なんでサラー外した。奪います。ボールが奪われました。さあここでね突っ込んでいくのやめてほしいね。本当に今センターバックがねドリブルしちゃったんでね今のはもう即失点のやつですよね。さあプレー再開です。で今回最終ラインも、マグだいぶ上げております。やっぱオフサイド狙いっていうのをねマグもちょっと参考にしておりますがオフサイド本当に取れますねやっぱりね。ボールを運ぶ。
ただ今回は、4バックでやっております。今回から、カード化されたソクラテス・ムスタフィを同時起用ということなんですが、非常に不安な、リアルのアーセナルをご存知の方だったら非常に不安な4バックでございます。ムスタフィ、ソクラテスともに最終ラインのビルドアップはできませんね。まあエメリ監督がやってたところのアーセナルではこれでね、散々ゴール前のパス回しを失敗して相手にパスしてしまって失点というのがね、非常に多かったです。さあマグがゴールを取るならこれしかない、ロングスロー行きます。まずここでもねすごいんです。行きます。はい、キラー合わせます。はい、パトリック・ビエラロングスローに合わせました。もうこの時点でマグはもう震えが止まりませんでしたね。ロングスローでヘディングするだとっていう何があったのっていう。今まではほとんど相手がクリアしちゃって自分たちのボールになることはほとんどありませんでしたね。多分 2,3 回かなシュートまで行ったのってだったので、ちょっとこれね何が起きてるんでしょうと。いやこれロングスローでヘディングしただけでね、ちょっとね感極まってしまいましたね。まあオープニングの映像である通りね、今回はロングスローに何か活路を見出したそういう動画になっておりますので、ぜひこの後もご覧ください。プレッシングをかけていきます。ここで取り返す、ここでホイッスル、前半が終わりました。というわけでね、今シーズン、フリーフォーメーションでやっていこうって決めたんですが、結局この4バック4-3-3に落ち着きました。やっぱり戦術コストが全然たまらないということと、第6弾第7弾のアーセナルの選手を使いたいということ、それらをね総合して考えたら、まあ、こういう風になりましたと。さあもう間もなく、まあねでもねやっぱりねこうベジェリンのねロングパスがね 3-4-3 だと発動しないっていうのがね一番ネックだったんでね、やっぱりこの形になるのかな。でコストが足りないんでね、ソルキャンベルが入れられない、それがねちょっと歯がゆい。ソクラティス・ムスタヒは多分失点しまくるだろうな。でなんで2センターなのにムスタフィ来るんだよここまで後ろ1人やん。はい、いきますよ。オープニングで見せたあのシーンをもう一度ここでやりたいと思います。いきます。このボールを大ダイレクト、パトリック・ビエラ。いや何度見てもいいな、ロングスローで初ゴールのシーンでございます。貴重な先制ゴールを決めチームの士気を上げます。このロングスロードガーン、いやいいねいいね。もう今回はねこのロングスローだけで十分な動画になっております。今までねシュートすらまともにたどり着いてなかったのがねゴールまでたどり着くっていうことで、これでねちょっとロングスローからのね得点になるんだったら、ちょっとこれは今後ね新しい得点パターンとして、なかなか今回のねフッティスタのアップデで、ゴールを取るっていうシーンがほとんどないんでね、ロングスローからチャンスがあるんだったらねそれはもう利用しますよ本当に。だからこうやってサイドでボール持ってるときはねどんどんプレスして、クリアを促さないとね、またロングスローしてもらうためにね。そしてオフサイドですね。いや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 、さあプレー再開です。ソクラティスとムスタフィだったら多分競り合ったら絶対勝てないね、9割5分は絶対ない、下手すると五分五分ぐらいで抜かれるそれぐらいね今回のボール出し率が高い現在でも厳しい。縦送ったワントラック、ボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。さあもう完全に左右に振られてます。よくムスタフィ追いついた、今のだってもう抜かれてもおかしくない。この指示でさあスルーパス、つなぐことができるか、大場面やん、一人で行ってほしいが、ここもねシュートまで行ってほしいね、これね。はい、ただロングスローになりました。さあまたロングスローきますよ。いいね、スローインが怖くなるね相手もね。さあまたティアニーのロングスロー、はい、今回は合いませんでしたが、まあ、それでもね誰にも合わないでっていう感じにはならないですよね。今アンリーがそばにいましたかね。さあもう一回行きますよ、ティアニーのロングスロー、
はい、今回も合いませんでしたが、これはオフサイドのようです。ここはちょっとね、いいシーンでしたけどもね。見事なオフサイドトラップです。ね、3人とも出てるっていうね。とはいえね、ロングスローがちょっと一つ形になったんですが、4回投げて2回はやっぱ相手がクリアしちゃってるんで、もともと相手がクリアすることの方が多いんでしょうね。シュートまで行く方が珍しいのかもしれないですね。さあベジリンから、さあサカ、いやーちょっとシュートまで行ってほしかったな。やっぱりコストが低いからかな。今のなんかね、胸トラップとかさ、ヒールリフトからやってほしいよね。さあ5本目のティアニー、行ってこーい。はい、ちょっとシュートまでいかないですね。ゴレツカでしたか、今クリアしたのは。ただね、ちょっとここで失点してもおかしくなかった。ロングスローからの跳ね返りで誰もいねえじゃん後ろっていう。いやびっくりしましたよこれ。オフサイド取れなかった場合怖いですね。もう一人旅になっちゃうんですよね。ボールに当たりに行くよう大きな声で伝えています。ボールを奪います。この指示でゴール前までつなぐことができる。ただね、このフリーフォーメーションじゃないので戦術コストがありますので、今後はあれですね、あの3バックの真ん中、あ、違うや、アンカーにいるパトリック・ビエラに、マンマークをまたできるようになったので、これでね、少しパトリック・ビエラが後ろに下がってくれれば、まあ3バックみたいな形になるだろうし、ソクラティス、ムスタフィでも十分戦っていけるのかななんて思ってます。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。なのでちょっとまた4-3-3に戻っちゃいますが、ちょっとね、しばらくこれでやっていきたいと思います。ソル・キャンベル本当に入れたい。もう後ろがね、不安でしょうがないんですね、この2人だとね。で、ロングスローに関しては先ほども言いました通り、動画の後半一番最後にちょっと検証の動画、前回のキーパーの駆け引きみたいな感じでやりたいと思います。僕たちとの戦いが繰り広げられます。この戦い負けるわけにはいきません。ランクマッチ、はい、というわけで、3試合目お送りしたいと思います。はい、相手の方はフリーですね。はい、というわけで分かってる通り、実はですね、今回のアップデから対戦がランクマッチになったんですね。なのでリーグ戦ではなくなったことから、同じ相手とね、2回連続で当たっちゃうっていうのがね、ちょっと頻繁に起こってますね。最初のアップデの稼働日にね、やった時も実はね、同じ方と2試合2試合当たっちゃって、4試合で帰ったのに4試合とも結局2人としか当たってないっていうことになっちゃって、正直言ってね、これ嫌ですね。あの、同じ相手と何度も何度も当たるのはね、やっぱり面白くないんで、これちょっとね、次のアップデまで本当は待ちたくないんですけど、セガさんこうパッチの修正ってあんまりしないんで、多分やらないとは思うんですけど、全然取れねえなボール。誰だ、ムバッペか。ねえ、いいな、あんだけドリブルでやって抜けるなんて。そしてネルソン、久しぶり、ネルソンか、2人組ました。シュート、これ入ってほしかった。これ入ったらネルソンのアシストだったのに。いや、このシーズン、今回のアップデで初めてネルソンがドリブルで勝ちました。勝つんですね。勝つこともあったんですね。でも明らかに五分よりもダメだね、取れてないよね。 2,3 割ぐらいになるか、これ下手するとね。それぐらい今ちょっとネルソンのドリブルないな。そしてこっちにパス出しちゃうってね。違うんだよ、ネルソンにパス出してほしいね。ホットラインのね、3枚目にいきなり出すんだよね。ほんとこれやめてほしいわ。ボールを奪われます。ここでマンマークにつきます。取り返しました。ここで選手たちに、ほら、これはね、狙ってるからいいんです。あ、ただこれ相手の、あ、でもオフサイドかーい。でもアリソンの飛び出しもやっぱバッチリだったんで、オフサイドなくてもダメでしたね今のね。でそうだからね、この同じ相手との 2試合連続はね、正直やめてほしい。これもね、ちょっとすぐに修正してほしいかな。やばい、サラが来る。ここにちょっと1個待っちゃったんですよね、打ってくると思って。いつものあのやつだったらね、あのキーパーが飛び出して行くふりして行かないでミドル打たせてキャッチみたいな、それをねやりたいんですけどね、今回それができないんで、よし、ここ我慢して飛び出すのやめようって思ったらもう一個来られちゃったんですね。だからやっぱりね、この辺の駆け引きはまたあるわけですよね。そう、またネルソンが近辺兵を相手に2回勝ちましたよ。
ボールを投げ入れ、さあロングスロー行きたいと思います。ティアニーのロングスロー行きます。はい、投げます。アイニー、これもシュートまで行った。パトリック・ビエラ、これ入ってもおかしくない。スーパーファインセーブです。いや本当これはアリソンのせいだって、アリソンのおかげですね。やっぱりね、今までシュートまで行ってなかったロングスローがシュートまで行くようになった、やはり何か秘密があるんではないかなということで、ね、何度も言ってますように最後にそちらの話をしたいと思います。まあ、シュートまで行くことのほとんどないマグのチームでシュートまでたどり着くチャンスがあるっていうのはちょっといいですよね。これオバメヤに出しちゃうのよ、ネルソンあんなフリーなのに。見てほら、ネルソンあんなフリーなのに出してあげてよ。大きく出します。これはオフサイドでした。でちょっとこの試合はあれなんですね、上ボタンをねなるべく押すのやめようっていう風にね、ちょっとね意識してやってるのに上ボタン押しちゃうんですよ。もうダメだね、無意識だねこれね。でも取られるって思っちゃうとね上ボタン押しちゃうんですよね。激しく指示しています。ムバッペ、これは自分で持っていくか、ボールを取り返す。はい、前半終了。まあいつものようにね、もう半分以上スタミナが減っちゃうんですよね。ほぼ何もしてないのにネルソンスタミナ半分減るんですよ、なのでちょっとこうやってメンバーを変えたいと思います。でアンリーがね右ウィングをできないんですよね。なのでってね、ここでセンターをアンリー、右ウィングをオバメヤンという形にするしかないっていうね、ちょっとかなり辛い選択ではありますけれども、これでやっていきたいと思います。足の速さには非常に定評のある選手です。カウンターを仕掛けるため前線に選手が残る形となります。後半ビハインドでのスタート、ここからどう反撃してくるでしょうか。さあ今度は坂です。坂が抜けるか、でも相手はセルヒオラモス。おお、でもあれですね、セルヒオラモスに取られませんでしたね。ボールを、いやこれは入ってほしかったな。そしてここ参加初ゴール。この見事なゴールに。いやでもテッカテカすぎないか、サク。ねえ、多分セガの上の人たちもね、なかなかサカの特徴を捉えるのが難しかったんでしょうね。だからテカテカでなんかごまかそうとしました。あ、ちょっとこれね。というわけで、ネルソンは、アシストという結果は何個かあるかもしれないんですが、そんなにないんですよね。あっさり逆転されるっていう。ムバッペ止まらんな。さっき試合開始早々もムバッペでボール取れなかったでしょ。でこれマンマークをしているにもかかわらず、パトリック・ビエラが取れないっていうね。いやこれ結構厳しいですね。後半13分、キックオフから試合再開です。ここでボールを失う。パロールから右へ取り返しました。今回ねちょっとディフェンス能力が弱くなったと言われているソクラティスなんですけれども、セルヒオラモスから前へ。ムバッペ相手に勝てませんねやっぱりね。サラーから精度のいいスルーパス。このパスは通りません。アンリ副審が旗を上げています。統率の取れたディフェンス陣、罠を仕掛けます。あ、アンリだけオフサイド。でもサカに出してくれないんですよね、やっぱり今のシーンもね。パパスタスクロスからセバージョス、ここでマンマークをするよう選手に指示。セバージョスからスルーパス出してくれない。選手たちがどう動くか、ボールが奪われました。だから今ねセバージョスがドリブルした時もね、何かやってくれんじゃねえかってことで上ボタンを押さなかったんですけど、そのままドリブルで取られるっていう。やっぱ上ボタン押したくなっちゃうよねやっぱりね。さあオーバメアン、奪われました。ネルソンは2回も勝ったのに、オバメヤンは1回も勝てない。身振り手振りで指示を出します。オーウェン、これはオフサイドラインを越えていたようです。これは気をつけないといけません。この選手、まあ、オフサイド合戦にはちょっとなっちゃうんですけども、それでもね、今みたいなシーン取れるのはいいですよね。ここで交代の指示が出ました。前に出しました。さあ今のシーンからのスルーパス、ああいうのもねやっぱね多いんでね、こっちもねあれ狙ってるんですけども、持っていく。韓国の戦術を重視した攻めを形成した。さあほらまたあの位置からスルーパス、これがね多分今のトレンドになってるのかな。最終ラインをねで奪って
中盤でドリブルからのスルーパス、もうこれで1点取っていこうっていう、そういうのがねすごく多いですね。ただマグの場合は4バックだから今のスルーパスが通りますが、あれがね5バックとかだと多分あの人数の問題で通らないっていう感じですよね。どっちか1枚はねこう来ていただかないとね。いやこれなんかいいチャンス、サカ、ただね寝るセルヒオラモスじゃ無理よ。ただなんでセルヒオラモス中に入れてくれたんだろうあれでアシストになってくれたらよかったのに。パロールからサラ運んでいった。あいもう2人とも抜かれる。こういうのがあるからねみんなやっぱ5バックをやるんでしょうけれどもね。さあサカから、あーダメー。ここでボールを失う。サイドからのスルーパスってのは合うんですけど、今クロスだったかな。さあ坂からロングボール。いやこれちょっと、これちょっとゴールになってほしかったな。まあオフサイドだったから入ってもダメなんだけど。気をつけないといけません。これなんかはねちょっと欲しいよねやっぱりね。ここでのプレスが果たしてどうするのか。はい、というわけで、同じ相手とにしっかりリベンジされてしまいました。まあこれはねしょうがないよね。さっき勝ったのだってまあ偶然みたいなもんだしね。お別れの時間が近づいてまいりました。それではまた次の試合で。さあというわけで今回は、最後に、他の試合のハイライトを映すのではなく、ロングスローの秘密に迫りたいと思います。まあ、そんな大それた内容じゃないですよただ今までのねちょっとロングスローを見ていきたいと思います。今まで、ロングスローで、シュートまで行くケースはほとんどありませんでした。しかしですねこのティアニーのロングスロー、これがですねこのように、パトリック・ビエラのシュートまでつながるっていうシーンがありました。一体なぜなんでしょうかね本当に。でもう一個これが入ったやつですよね。いやこれも今までゴールにつながることなんて一個もなかったのにゴールになりました。でこれやはり注目はターゲットがねパトリック・ビエラなんですよね。で今までなんで入らなかったのか、じゃあ今まで入らなかったスローインの方をご覧いただきます。これが今まで入らなかったバージョンです。1週間前の映像ですね。はい、これが、はい、もう味方に全くたどり着きません。はい、スローでどうぞ。もう味方がね競り合ってもいないんですね。驚いちゃってるんです。おーってもう頭にすら当たらないし競ってもいないしちょっとビビってる。ここほらもうセルヒオラモスがねもうフリーでクリアしちゃってるんですね。で見てくださいこれ、マブロパノスがねターゲットなんですよ。なんでマブロパノスなのかと。アンリもオバメアンもソルキャンベルもビエラもいるんです。なのにもかかわらずコストの低いマブロパノスがなぜターゲットになってしまうのか。いやもうねほぼ駆け回って一生懸命調べましたなんかちょっと島田紳助っぽいな一生懸命調べましたよ。したらね意外と単純なことだったんですが、なんでマブロパノスなのかっていうことなんですが、ちょっとねこちらの画像をどうぞ。はいドン。まあ単純にあれなんですね、身長でした。ちょっとねマブロパノスがね一番身長でかかったんですね。まあこちらはい身長194センチ。つまり今回マブロパノスを外してソクラティスとムスタフィーにしました。なので彼を外したんですね。そしたら単純に2番目に背の高い選手がパトリック・ビエラが192センチだったので今回ビエラになった。つまりロングスローのターゲットは身長なんですね。いや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 そんな単純なことだったんですね。はいほらこちら、パトリック・ビエラの身長は192センチだから、今回、ビエラになってたとそういうわけなんですね。ちなみに、ね、これビエラも外すと次がねオーバメアンなんですよねこれビエラも外した方が得点になるんじゃないかっていう気もちょっとしないでもないんですけれども。いやそれを踏まえてもう一度ロングスローをどうぞ、ね、ちょっとやっぱり動きの反応も違いますよね。で相手の選手よりも前に立ってるんですよねビエラの方が。だからこのポジショニングももしかしたらカードの性能差があったのかもしれないですね。そら入らないわと。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。よかったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります、ね、もう一回映しちゃう。いやいやいやいいねやっぱりね。今後はロングスローで得点増えるかもしれません、ね、もうマブロパノスは使わないかもしれない。
ではでは今回はこの辺でまた次回お会いしましょう。じゃあねー。入ったところで終わり。このタイミングで